428、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、カナン編やっていきましょうか。こういうアニメのやつを見るとあれだね、青虫編を思い出すよね。町のアルファルド・アル・シュヤ、蛇の孤独。9つのうち8つの首を失った蛇、中東において蛇は不吉なものとされ、その名を冠する者は強い邪心と高い知性を持つと言われている。不吉なのか。感傷に浸るのなら、私はかつて二度光を失った。青虫編よりガチのアニメだな青色の日が昇り、空港に駆けつけた彼女を迎えたのは夏の強い夜明けの光だった。あ、すごいすごいな。まあ、日差しに目を細める。昨夜からの疲れで眉間が曇る。足を止めてソファに沈み込みたい気分だが、少女はそんな時間も余裕もない。こっちのは陽動か。惜しげもなく捨て駒にしやがって。何様のつもりだ。え、フルボイスもしかして末端組織の一つや二つ、あいつにはハルワみたいなものってこと。ハルワ、ヒルワ、ヒルウィーなどとも呼ばれるアラブ世界に広く見られるお菓子で、ゴマやアンズなどの果実や穀物を、油脂と砂糖で練り上げたもの。その起源は古代メソポタミアと言われている。何これ、豆腐みたいな近いのかな。少女は顔に似合わない悪態をつきながら歩くような優雅さで、人波をすり抜けていく。今はとにかく時間が惜しい。背面の隠しポケットにある、ドル紙幣だけ。あるのはドル紙幣だけ。ドゥーラール?ドルはカナダやオーストラリアの通貨単位でもあるが、ここでは FRB、連邦準備制度理事会が管理するアメリカ合衆国のものを指す。現在、欧州連合のユーロと並ぶ、キーカレンシー、基軸通貨として、国際間取引決済にも最も用いられる通貨である。まあなあ基準だな。必要な装備は現地で調達するほかない。あるまじき軽装だが、航空券の手配が間に合っただけでもよしとする。アルアーニサ、アルアーニサがカナンさんなのか。不意に見知らぬ声に、あ、男に声をかけられた。物取りか、もっと物騒な第三者か。どちらにせよ、この国では現金ばかりが自分の命まで気にしなくてはならない状況だ。それを。日本行きの便はどれ?少女は当然のように柔らかな声で切り返した。張り詰めた雰囲気からは想像もつかない少女らしい可憐な声。今日疲れたのは男の方だった。いわく、蛇の天敵、鉄の逃走代行人。その依頼が何であれ、引き受けたからには確実に遂行するフリーランスのプロフェッショナル。ほんの1時間前、30人単位の武装グループを壊滅させ、実力で風評を証明した赤い花。そんな傭兵が外見できてなく、内面まで少女らしさを残しているなど、一体どこのおとぎ話だと男は息をついたのだ。ん?何?手配はできなかった?いや、搭乗は6番ゲート。パスとチケットなら、わかってる。右のポケットでしょ。すごいな。渡されるまで気づかなかった。男の驚きは警戒に変わった。当然だろう。周りにいる第三者ばかりか、渡される当人ですら気づかない。不価値の配達。そんな自慢の技術があっさりと看破されたのだから。落ち込まなくていいよ。あなた、入り口で電話をしていた人でしょ。私はあなただってわかってたのに、渡されるまで気づかなかった。それってすごいことだ。私、あんまり人は尊敬しないんだけど。
あなたには本当に感心してる。来た時から気づいていた。男の風貌から判断したのではなく、ただ気づいたとはどういうことか。いや、それ以上になぜ、頬の顔は皮膚一つ動かしていない男は落胆していると読み取ったのか。恐れ入った。蛇の天敵というのは間違いではなさそうだ。一度も殺してないのに天敵っていうのはすごく皮肉だ。先ほどまでの無関心さはどこへ行ったのか。少女は男に対して本気で拗ねた。なんという不安定さ、そしてこの上なく似つかわしい愛らしさ。要するにこれは少女そのものなのだ。今までどれほどの兵士を殺し、どれほどの戦場を生き延びても少女のままであり続けた鉄の少女。異常の中で正常を保つほどおぞましいことはない。蛇の天敵とはよく言ったものと男は舌を巻いた。蛇を撃つ者はこれより狡猾に、長けていなくてはならない。ん？狡猾じゃねえや。なんだっけ、こう、こう、なんだっけな。なんだっけ。まあいっか。そのことわざに習うように、この傭兵の素人への擬態は完璧を過ぎている。まあ誤解でもないし別にいいよ。それで話の裏が取れた。さっきの高知かな。あ、確認は取った。大越製薬研究所所長大沢の娘は確かに誘拐されている。こちらのセルの活発化は何らかの陽動と見るべきだ。セル、非合法な活動を行う反政府組織やテログループなどは、組織防衛のために下部の構成員を少人数に半分けし、上層部は班のリーダー以上とはコンタクトを行わない。こうすることで摘発などで下部構成員が逮捕されても、組織全体の情報が、外部に漏れないようにする。こうした個別化された班をセルと呼ぶ。ああ。ギリッと歯を鳴らす。彼女の今回の仕事は、蛇の名をちらつかせた武装集団との話し合いだった。話し合いね。それはいい。ほんの1時間前にきれいさっぱり済ませてきた。予想通り、実りも歯応えもない仕事で、不機嫌になる要素はない。だが、そこで手に入れたものは、少女の気持ちを一変させた。蛇本体に動きあり、日本、渋谷、大越製薬、CIA の関与も可能性。大規模な都市テロを想定している模様。この話を耳にしたとき、めまいすら覚えた。待ちに待ったアルファルド本人によるテロ。頭を潰すには絶好の機会。だが、よりにもよって舞台は日本だ。CIA が関わっているのも気に入らない。蛇の舌は長い。多分それはもう絡まっている。こと、蛇のケースにおいて、あっちや連邦政府レベルは信用できない。とどめに標的は大越製薬ときた。あまりにも符号が合いすぎてめまいがする。ただの偶然だろうか。いや、神は全能すぎる。アルカーディル？そこまで筋書きを揃えなくてもいいだろうに、と少女は落胆する。ほんと、運命を劇的に演出するのは時代遅れだっていい加減気づいてほしい。そして1時間後の今、少女はすぐさま情報の裏付けを急がせ、日本への便を手配した。組織には属していないフリーランスだが、その程度のコネはある。人間、使い勝手のいい道具には、便宜を図る。それが優秀であるなら、なおさらだ。この少女に貸しを作ろうとする人間は多く、私屋である男も、少女の審判を名乗る者たちが仲介したものだった。審判。英語のシンパサイザーに由来する言葉で、特定の政治を行う団体や活動家などを賛同し、その活動に直接参加しないが協力的な態度を見せる個人や団体を指す。
カナンの審判。お、結構あれなんだね、やっぱカリスマじゃないけどそういう感じなのか。ありがとう。じゃあ行くけど、他に何か言われてる？現地に一人ワキールを用意した。渋谷への足を用意しているそうだ。着陸後、貨物室から降りられるようになっている。滑走路から直接ハイヤーを飛ばす。あ、無駄足にならないよう祈っている。とも思いのほか、ラフィーク・カナンは我らのアニールから高い信頼と敬愛を受けている。今回は最悪、痛み分けでいいそうだ。痛み分け？痛み分けでいい。つまり死ぬなら相打ちに。奴には何も与えず我々の誇りを守るということ。講和せずに交渉もせず承認せず、誉れ高い三つの否を象徴するような流血以外望まないオーダーだ。無論そんな組織間の思惑など少女には何の関係もない。だが言われなくても三度目なんて死んでもごめんだ。今回は目的は一致する。アーサー色の髪を飲み込ませて空港を後にする。一度も見知らぬ男には振り向かなかった。結構あれなんだな、すぐに来たんだな。シンガポールから日本までは約7時間。こうして少女が追いかけることも、あの蛇ならば織り込み済みだろう。ああ、だからあの時間になったのか、到着が。おそらく少女が必死になって日本に駆けつけた時、本当にわずかな差で蛇の計画は完了する。ほんと、少女が腐ってる。あいつならカナン、フィリスの人間に知られるようなミスは犯さない。にもかかわらず計画が漏れたのはあるアピールをしたいからだ。ヘビは自分の天敵と言われて有頂天になっている小娘を大きな催し物のついでに踏みにじりたいらしい。お前は私に触れもしない、触れもしないか。そう、舞台裏で嘲笑う声がする。敵の陽動に引っかかり、それでも僅差で計画を聞きつけ、1秒でも早く日本に駆けつけるけれど、その時点でことは全て終わっている。少女は敵と戦うことさえできず、また大切な友人を失うだろう。ヘビはその無力感を自分に歯向かう敵に与えたいだけなのだ。けど今回は少し予定が違う。渋谷の文字はお前とは相性が悪いみたいだ。焦る気持ちを独白で押さえつける。渋谷の文字とアルファルドの文字を書いたとき、ほんのわずかではあるが、渋谷という町の若さと複雑さが勝った。占いに近い彼女流の直感だが、希望的観測ではないし、負け惜しみでもない。事実に近い確信だ。だが、楽観はできない。蛇には強力な毒がある。その計画は完了せずとも、守りたい命は奪われるだろう。本当に時間がない。シンガポールの末端組織に踏み込んだのは予定より早かった。夜明けとともに踏み込む予定だったが、ある種の状況で起きるいつもの胸騒ぎを感じ、予定を1時間早めた。その食い違いが今の状況を生んでいる。アルファルドの予定より少しだけ早く情報を手に入れ、速さを優先して日本に向かう手はずを整えた。この1時間の差が友人の命を守ってくれることを今は信じるしかない。マリア、あれは暖かな赤色だった。出会ったのは2年前。どうってことない観光客がやっぱりどこにでもいる男たちに絡まれていた平凡な一日を思い出す。その日はお気に入りの携帯色を切らしていて、ちょっと気が立っていた。だから些細な揉め事に足を止めた。観光客を助けたかったわけじゃない。単に目障りの色、うるさい匂いを放つ男たちを蹴り飛ばしたかっただけ。どうもありがとう、と観光客は手を握ってきた。シャクラン・ジャジーランとサーイフなんだろうな、観光客サーイフって言うんだ。無視して通り過ぎてもトコトコついてきて、天津さえガイドまで頼んできたずうずうしいな。平和な国で平和に育った人間、
そういうものを見て不公平さに自虐するほど彼女は通俗的ではない。ただそういったものに付き合うほどの懐疑性もなかった。大体ヤーバーニーヤはヤーバーニーヤなんて遠い異国の別生物だ。話が通じるはずもない。そもそもカナンは動物に近く、真っ当な人間は野生を残した動物には近寄らない。人間は野生を克服し知性を得た生き物だ。長年培ってきたその長所を否定することはない。それじゃあサディークになるってのどうかな。これあれかな、役者さん本人の声っぽいよね。その観光客は無遠慮に近づいてきた。その時の温かな色を覚えている。懐かしい、どこかで触ったことのある気持ちのいい色触り。マリアという観光客は目を奪うほど優れた人間でもなかった。感心するほどの長所があるわけでもなかった。ただ本来そういった健全な人間なら決して近づかない自分に笑顔で近づいてくれたことが特別だった。そっか、天然なんだあなた。無遠慮だな両方。空気を読まない人間は強いな、特徴する。それは彼女が二度目の光を失ってからようやくできた心からの笑いだった。2回失敗してるんだな。日本に到着するまであと幾ばっかの時間がある。戦いに向けて体を休めようと緊張を解く。オーダーはシンプルだ。友人を助ける、蛇を捕らえる。そう、目的はあの時と変わらない。左腕に入れ墨を刻んだ4年前の夏、今のカナンが生まれることになったあの長かった一日と。今のカナンか。ここで一旦区切ろうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。